おやすみ。なんかよ、ちょっと部屋を片付けてたとこなのよね。アミ、今何隠したんだ。別に何もって、なんかいっぱい押し込んでたじゃん。よく見てないけど、ゾアはいたよね。二人とも眠くてしょうがないでしょ。起きてるのに夢見てる。ほらもう寝た方がいいわよ。ゾアのことなんて忘れてね。でも変だ。絶対何かあるぞ。だね、間違いなくおかしいぞ。なんか隠してんだよ。突き止めてやる。金だ。隠れて何してるのかわからないけど、めちゃくるんだな。絶対おかしいって。儲け話があるなら私に言うはずだもん。二人に秘密なんかありえない。日記ちゃん、ユミに私が隠している秘密が絶対にバレませんように。嘘、信じらんない。